ータ、ピーター、まったく、どこに行ったのかしら。今日はみっちり勉強するって約束したくせに。そりゃ雰囲気に流されてしまった私も悪いとは思うわ。本当なら毅然とした態度でいるべきだったんだろうし。それなのに、いないなんてどういうこと？ピーターが建物の中にいるのか、外に行ったのか、広すぎて把握できないわ。あれ？もう起きたんだ。おはよう。ピーターなら朝早くに出て行ったみたいだよ。おはようみんな。ピーターはどこに行ったの？猛然と空を飛んでいるところを見ただけだから、僕は知らない。だけど、あの勢いなら2、3日帰ってこないんじゃないかな。帰ってこないはずはないわ。今日は勉強する約束をしていたんですもの。約束していたのなら戻ってくるはずだよ。ピーターは約束を破らないからね。その約束は朝からだったの？ううん。そういえば時間は決めていなかったわ。こんなことなら朝からと言っておけばよかった。それにしても私にこっそり出ていくなんてひどいわ。もしかして勉強が嫌になったのかしら。今までにそんな素振り見せたことなかったのに。ピーターは君が疲れているだろうから夜までゆっくり休ませてあげるんだって言ってたよ。疲れているって、カーリーはピーターが出かける前に会ったの？うん、会ったよ。君を明け方まで無理させたせいでぐったりさせちゃったって落ち込んでいた。ねえ、明け方まで二人で何やってたの？何って、なんでそこで慌てるんだ？怪しいぞ。もしかして俺たちに内緒でどこか面白い場所に行ったんじゃ。え、本当？超絶に羨ましい。面白い場所なら僕も連れて行ってほしい。どこに行っていたというわけではなく。というか、ピーターにはそういう意味合いのことは言わないでねって伝えておいたのに。でも、そういう意味合いがどういう意味合いなのかよくわかっていないのよね。まあ、この子たちもいずれはいろいろと世の中の仕組みを知るだろうし、悪いことをしてるわけじゃないんだから後ろめたく思うのは間違っているのかしら。だからといって私が説明するようなことじゃないわよね。子供もいないのにどうして幼子を持つ父母のような悩みを抱えないといけないの？どうしたの？黙り込んで。何でもないわ。私もピーターも別にどこかに遊びに行っていたわけじゃないのよ。部屋の中にいたんだから。部屋の中で朝までぐったりするようなこと？こらこら、ダメだよみんな。そんなに根掘り葉掘り聞くなんてプライバシーの侵害だぞ。そうね、ニブスの言う通りだわ。共同生活をしていてもプライベートなことをしつこく聞くなんてマナー違反よ。ニブスは知りたくないの？いつもいつも二人で何かやっているのに僕たちには教えてくれないんだよ。夜だってピーターは前みたいに僕たちと一緒に寝てくれなくなったじゃないか。みんなで集まって一つのベッドでぎゅうぎゅうに寝るの好
好きなんだけどな。誰も知りたくないとは言ってないだろう。そういう謎は真っ向からぶつかるより自分たちで究明した方が面白いと思う。それは最高にいい。最近刺激がないなと思っていたんだ。知らないことを知りたいと思う知識欲って大事だって先生も言ってた。先生はそんなことに知識欲を使ってほしくないわ。プライバシーの侵害というのはそうやって人の秘密を暴くことを言うのよ。そんなことをしたら怒るからね。私が気にしすぎているのかしら。いいえ違う、ピーターが気にしなさすぎなのよ。徹底的に理解させる必要があるわ。とにかくこの話は終わりで、ピーターがどこに行ったのかみんな知らないのね。約束しているんでしょ。夜までには戻ってくるから待てばいいのに。帰ってからだといけないの？勉強以外にも言いたいことが今できたのよ。どっちにしろ夜からなんて言っていたら夕べの二の舞だわ。そんなに勉強を教えたいのならピーターの代わりに俺たちが教えてもらうぞ。勉強って楽しくて好きだ。はあ、ピーターもそう言ってくれたらいいのに。だけどあなたたちばかりに教えているとピーターの機嫌が悪くなるのよ。自分がしょっちゅう留守にするのが悪いのに勝手な人よね。もっと厳しくしないといけないんだわ。ちょっと怖いぞ。勉強は楽しいけどそこまで熱心にしなくてもいいんじゃないかな。ピーターの機嫌が悪くなるなら僕らはピーターが学んだ後で教えてもらうよ。そういう考え方だといつまで経っても変わらないでしょ。だいたい学習というものは生きている以上永遠に続くものなのよ。私が教えていることは基本中の基本でしかないわ。へえ、学習にも永遠なんてあるんだね。奥が深いな。というわけで私はピーターに早く基礎を学んでもらいたいというわけよ。少し外を見てくるからもしピーターが戻ってきたら引き止めておいてね。ピーター、ピーター。やっぱり声が届く範囲にはいないみたいね。どこまで行ったのかしら。雲を追いかけて大陸に到着したことがあるって言ってたくらいだから予測できないわ。ピーターが行きそうなところが多すぎて把握できないわ。こんにちは。途方に暮れているようですがピーターをお探しですか？こんにちは。空を飛んでいるのならピーターの姿をどこかで見なかった？はい、つい先ほど見ましたよ。海の方に向かっていきました。見たの？でも海の方と言われてもここは島だからどの方向に飛んでも海じゃない。どの方向の海に飛んでいった？ピーターに会いたいのなら俺が連れて行って差し上げましょうか。ついでに俺の暇つぶしになってください。あなたが危害を加えないと約束するのならそうしてもらおうかしら。ティンクどころかフックとシザーとも二人きりでなんて会ってないけどね。
別に何もしませんよ。暇つぶしと言ったではないですか。その暇つぶしっていうのが信用ならないのよ。何もしませんって。あなたに何かしたら俺がピーターに嫌われてしまいます。おや、疑っているんですか。ま、嫌なら無理にとは言いません。その代わり、あなたはピーターを探す手段を失うだけですし、空を自由に飛び回るピーターを歩いて探すのは大変だと思いますよ。どうしても会いたいのなら俺を利用するのもありだと思いますけど。妖精はみんなピーターのことが好きみたいだもの。信用するわ。だから私をピーターのところに絶対に無事に連れて行ってちょうだい。はい、仰せのままに。この世界に来るときは自由に飛べたはずなのに。妖精の粉は時間で上達するのではなく回数で上達するものですからね。飛べなくて当たり前です。うん、それは聞いたから知っているわ。だけど飛べたはずなのに飛べなくなるというのがどうしても納得できないのよ。時間ではなく回数で上達するなんて努力に対する挑戦みたい。俺は面倒なことが嫌いなので回数だけでどうにかなる方がいいですね。もっとも妖精は生まれた時から自由に空を飛ぶことができるので回数すら関係ありませんが。いいわね、自由に空を飛べるなんて。私も飛べたらピーターと一緒に行けるのに。あれ、よく二人で空を飛んでいませんか。自分で空を飛べないのは嫌なんですか。ピーターとどこかに行くときは抱えられたまま飛んでいるだけだもの。私は飛べないから歩いて散歩をする方が好きよ。でもピーターは空を飛ぶ方が好きみたいなのよね。もし私が空を飛ぶことができれば今よりもっと楽しくなると思うのよ。飛ぶ練習がしたいというのなら俺が練習に付き合って差し上げましょうか。本当に？それは嬉しいけど、そういう申し出をするなんて今度こそ何か企んでいない？俺は一体あなたにどう思われているんでしょう。単に楽しいことがしたいだけなのに。コンテストは終わってしまったし、ピーターはあなたに夢中で俺と遊んでくれなくなったので暇を持て余しているところなんですよ。他の妖精たちと遊んだら？他の妖精たちが俺の好みに合わせて遊んでくれるとは思えません。このまま退屈が続くと近いうちに退屈で死んでしまいそうです。他にあなたの好みに合わせて遊べる相手といえば、ピーターはティンカーのことを聞いても存在自体を知らないと言い続ける。嘘をつく人じゃないから本気で忘れているみたいなのよね。もしかしてティンクもティンカーのことを忘れていたりするのかしら。ピーター以外にティンカーのことを聞く機会はなかったから全部推測でしかないけど、いろんな可能性がありすぎて悩むわ。もしピーカーが死んでいたとすれば私が原因かもしれないし。どうかしましたか？俺の顔をじっと見て。ううん、遊び相手なら
ティンカーはどうしたのかなと思って。最近姿を見ないから。ああ、彼女は消滅してしまったので遊べなくなってしまったんですよ。消滅？なんでも世界の意志に反した行動をしたらしいですね。あなたはその理由を知っていると思っていましたが、そうではないのですか？何にしろバカな妖精です。そんなくだらない存在のことは忘れた方がいいですよ。くだらないって、あなたの妹のことじゃない。どうしてそんな言い方をするの？妹だったのは過去の話なので、正確には妹だったですね。消滅してしまったので、今俺には妹という存在はいません。妖精には家族の情がないということ？家族の情面白いことを言う。家族の情どころか、他人に対して情を持った妖精なんて存在しませんよ。あなたは妖精と人間を同じように考えているのかもしれません。ですが妖精というのは人形です。世界の意志の手足として生き、必要なくなったり古くなれば消滅する、そういう生き物なんですよ。でもあなたには意志があるじゃない。楽しいことをするのが好きだというのはあなたの意志なんでしょ？ああ、そのことに関しては俺とティンカーは特別仕様だったので、企画外と考えた方がいいですね。企画外？妖精ってよくわからないわ俺からしてみれば人間がよくわかりません。あなたがどうしてそんな顔をしているのか切り開いてみたらわかるんでしょうか。切り開くって怖い言い方ね。他人と向き合って本音で会話をすることは腹を割って話すというのよ。へえ、腹を割っても話ができるんですか。この間中を開いた人間は話もできないうちに死んでしまいましたよ。え？どうかしましたか？開いたって何よ？それは腹。ダメ、いいわ、やめて。何も言わないで。なんとなく察したから聞きたくない。人間の中でもあなたが一番よくわからないですね。ピーターのものでなければ他の人間とは違う方法で解体して観察したいです。絶対に嫌。私だけじゃなくて、そんなことは誰にもしないで。あなたが知りたいことはそんな方法ではわからないわ。え、そうなんですか。やっぱり人間同士だと実際に試してみなくてもわかるんですね。町の人はピーターのことをネバーランドの子供だと言っていたわ。それに普通の人間にできないことができる。ねえ、ピーターも妖精と同じように世界の意志と関係している存在なの？ティンクは何か知っている？残念ですが、俺の口から世界の意志に関することを言うことはできません。ピーターが話したくなればいつか聞けることもあるんじゃないですか？そう。今の言い方なら関係ないならないと言うわよね。私が聞いたのは世界の意志のことではなくてピーターのことなんだから。あ、ピーターを発見しました。どうします？迎えに行きますか？え、どこにいるの？ほら、あそこにいます。あの船の上派手に暴れ回っているようですね。楽しそうです。
もしかしなくても、あれってフックの船よね。暴れているということは、まさか殺し合いをしているということ？ピーターは完全に遊んでいますが、海賊船長は完全にスイッチが入った状態ですね。コンテストの規則がないんだから殺されるかもしれないじゃない。早くやめさせないと。海賊船長はコンテストの規則に関係なく常にスイッチが入った状態だったと記憶しています。そうかもしれないけど、でも規則があれば多少の抑制効果はあったはずよ。今なら手段を選ばないかもしれないじゃない。大丈夫ですよ。ピーターは昔からフックと殺し合いをしていますが、死んだことはありません。何が大丈夫なの？死んでいたらそもそもここにいないでしょ。今までよくてもあんなことを続けていたらいつか死んでしまうかもしれないわ。もし死ぬことがあるとすれば、ピーターではなく海賊船長の方ですよ。どう考えてもピーターの方が強いですから。それは、確かに。だけど、あの船にはフックの手下がたくさんいるのよ。多勢に無勢なんて卑怯。自分から飛び込んで楽しそうに戦っているのなら卑怯とは言わないわね。ピーターにとってフックとの殺し合いは遊びの一種ということ？今まで気がついていなかったんですか？海賊船長はピーターを無視することができないので、ピーターにとってはいい暇つぶしです。何よそれ。うざいうざいと言いつつ自分からちょっかい出しているんじゃない。殺し合いを遊びだなんて信じられない。やっぱりみっちり教育し直さないと。人として一番大切な部分が足りないということなんだから、しっかり私が教えてあげないといけない。それで俺はどうすればいいんでしょう。争いを止めたいのなら海賊船に突撃しますか。それはそれで楽しそうですけど。そんなことをしたら真っ先に私が殺されてしまいそうよ。審査員の規則に守られていない以上、フックには私を殺すことのデメリットがないもの。あなたが海賊船長に殺される？それは最高に面白いイベントですね。その後の展開を想像するだけでゾクゾクしてしまいます。きっとピーターが怒り狂うはずなので相当面白いことになるはずですよ。見てみたい。私はちっとも面白くないわよ。そんなことになったらと思うと違う意味で背筋がゾクゾクしてしまうわ。人間のことを知りたいと思うのならピーターと同じカリキュラムで教育してあげましょうか。真っ当な考え方ができるように少年を叩き直してあげる。教育というのはなんだか面白くなさそうな響きなので遠慮しておきます。俺は自分が楽しいことしかやらない主義ですから。そう言うと思った。元の世界を捨ててこの世界に残ったんだから、ためになることは何でもやりたい。それで結局どうするんですか？ここで見ているだけでは拉致が来ませんよ。俺はどちらかが死ぬまで感染していても構いませんが。そんなことを言って焦らそうとしても無駄よ。ピーターが遊んでいるとすればそのうちフックの相手をすることに飽きるはず。そのタイミングを見極めて呼びに行けば簡単に捕まえられると思うの。おお、さすがですね。ピーターの性格を熟知していらっしゃる。ということはここでじっとしていなくてはならないんですね。じっとすることが耐えられないとか言わないわよね。そこまでは言いません。ピーターは飽き性なので飽きるまでそんなに時間はいらないと思いますし。あなたもよくピーターの性格を把握しているじゃない。ただここでぼんやりしていると
あの争いは確実に別の終わり方をしますよ。ピーターが飽きる前に別の騒動が起きます。別の終わり方って？あちらをご覧ください。ワニ船長の船が海賊船長の船を発見したようです。え、どこよ。さっきから思っていたけど、ティンクって目がいいのね。こんなに遠いのに海賊船の様子も見えてるみたいだし。見えませんか。しかし、じきに見えるようになるはずです。とても速いスピードで海賊船に近づいているようですから。え、あ、ほんと、見えるようになった。ちょっと近づくのが早すぎない？あの勢いだと、海賊船に乗り込んで全面戦争を仕掛ける気かもしれませんね。ああ、でもその前に射程距離まで入ったら大砲を撃つんじゃないでしょうか。主砲が海賊船に向けられています。砲撃？冗談じゃないわ。海賊船にはピーターがいるのよ。フックはどうなってもいいけど、ピーターが巻き添えを食うのは絶対にダメ。本当にさすがです。だんだんとピーターに似てきましたね。では助けに行きますか。あの勢いだとピーターを連れて海賊船から離れる前に大砲が発射されるかもしれない。先にシザーのところに行ってやめさせる方が早いわ。でもシザーも私の言うことを聞いてくれそうな人じゃないのよね。大砲を撃つなと言っても無理かもしれない。私って魔力すぎるわ。せめてピーターが飽きるまで待ってもらえますように。